あら、よく来たわね。まだアリオスは戻ってないけど、よかったら2階で待っている？なんだったら用事を済ませてから来てくれてもいいけど。あ、そうなんですか。そろそろ夕方だし、他にやっておくことはあったかな。そう、ええ。あら、よく来たわ。まだアリオスは戻ってない。なんだったら用事を済ませ。あ、そろそろ夕方だし。それじゃあ2階に上がって適当にくつろいでてちょうだい。お茶とコーヒーの用意があるから勝手に入れちゃっていいわよ。わかりました。それではお邪魔します。なるほどな。クリムゾン商会というのにそんな裏があったとは。最近帝都方面の情報が入りにくくなってたものね。ありがとう。お金で助かったわ。いえ、お役に立てたら幸いです。しかし赤い星座の情報はそっちの方でも掴んでないわけ。ギルドって両兵団と小競り合いをすることが多いって聞くけど。確かに多いが、赤い星座クラスの大物と事を構える機会は滅多にない。下手をすればお互い全面戦争になりかねないからな。そこまで。ちょっとした小国の軍隊レベルみたいですね。数ある両兵団の中でも赤い星座は別格と言えるわね。大陸全土にコネクションを持ち、紛争の兆しあらば即座に介入して自分たちを高く売り込む。同じ両兵団で匹敵しそうなのは西風の旅団くらいかしら。確かルバーチェの若頭の古巣だった場所だったっけ。あっちもあっちで歴戦の猛者どもが集まる両兵団だ。特に両兵王と呼ばれたトップは化け物みたいなやつだったが、半年前に投資も俺の親父と相打ちになったらしい。ランディ、いろいろあるみたいだな。一応その情報についてはギルドの方でも把握しているわ。ちなみに現在西風の旅団は活動を休止しているそうだけど、赤い星座の方は相変わらず精力的に活動しているみたいね。お辞儀が残っているからな。赤い星座の副団長オーガロッソ・シグムント、刀身と両兵王に匹敵するほどの化け物だ。その3人は特に有名だろう。話を聞く限りでは俺ですら太刀打ちできるかどうか。そんな風の牽制が太刀打ちできない。私の見る限りじゃ五分五分くらいかしら。剣士と両兵じゃ戦闘スタイルも得意とする間合いも違ってくるし。だな。あんたは確かに強いが、おじきも正真正銘の化け物だ。やり合えばお互いただじゃ済まねえだ。ああ分かっている。だが必要とあらば敵対することもありえるだろう。問題は彼らが何の目的でクロスベル入りをしたかだが。結局そこですよね。これだけ情報を集めてもそこが分からないんじゃね。手がかりは帝国政府が絡んでいるってことくらい。それなんだけど、一つ気になる情報があるのよ。共和国方面で
アリオスが掴んできてくれたんだけど。どんな情報ですか？ああ、ヘイユエについてだ。どうやら現在、共和国政府がヘイユエの長老たちと何かの取引を行っているらしい。本当ですか？ヘイユエの長老というと、シン君のおじい様もそうね。それでね、もう一つのポイントなんだけど、その取引を主導したのがキリカ・ローランって女性なの。それってまさかあのキリカさん？へえ、オークションの時に見かけた黒髪のお姉さんか。実は彼女は遊撃士協会とも縁がある人物でな、リベールのツァイス支部で受付をしていた経験もある。だが1年ほど前に引退し、カルバードの情報機関に移籍した。その情報機関の名前をロックスミス機関という。そうだったんですか。ロックスミス、共和国の大統領の名前ですね。大統領主導で新たな情報機関が設立された話は聞きましたが。ちょっと待ってください。赤い星座とヘイユエは以前構想しているんですよね。その2つに二大国の情報関係者がそれぞれ接触しているということは。見事な対立構図が出来上がりつつあるというわけだ。まさかクロスベルの地で帝国と共和国の代理戦争？当然その可能性も考えられるわね。特に明日からの通商会議では、エレボニアからは最小に王子、カルバードからは大統領が来るわ。お互い機に乗じて相手のトップを抹殺するつもりかもしれないけど。だがそれにしてはお互い接触を隠していないのは不自然だ。仮にヘイユエや赤い星座が動けば、そうした背景が明るみに出て国際社会の非難を招き寄せるだろう。帝国にしても共和国にしてもそれだけのリスクを負うとは思えん。確かに短絡的な攻撃を仕掛ける状況ではありませんね。でもそれならどうして？くそ、おじきども一体何を考えてやがるんだ。いずれにせよ、現在できつつある構図には何らかの意味があるはずです。多分俺たちが手に入れていない欠けたピースがあるはず。それを掴む必要がありそうですね。なるほどね。さすがロイド君、先回りされちゃったわね。実は我々も同じ見解でな。その欠けたピースについてはギルドの情報も駆使して現在当たりをつけている最中だ。そうだったんですか。そんじゃ何か分かったらこっちにも教えてくれんのか。ええ、新たな事実が判明次第警察本部にも連絡するわ。お前たちの方でも何か掴んだら知らせてくれ。明日からの3日間を何事もなく乗り切るためにな。了解しました。何か判明したらすぐにお知らせします。そういえば、明日はしずくちゃんとデパートの屋上に行くんだったっけ？うん、除幕式だっけ？一緒に見ようって約束したの。そうなんだ。あら、でもしずくちゃん、
除幕式の様子を見るのは。雰囲気だけでも感じたいって言ってたよ。どんな感じかはキーヤが教えてあげるんだ。そっか。あの子もけなげだよな。ねえねえランディ、さっきから元気ないね。そんなことねえって。シャキーン、俺見ろ。いつも通りのクールでハンサムなナイスガイだろ。ナイスガイ？先輩、ナイスガイはさすがに死後なんじゃ。から元気も元気のうちってことかな。ええ、まぜ返すな後輩ども。でもランディ、あまり一人で思い詰めないでくれよな。そうね、こういう時のために私たちがいるんだから。くれぐれも自分だけで何とかしようと思わないでね。わかってるって。ただまあ一応俺の身内でもある連中だ。一度腹を割って話してみようとは思ってる。それは危険じゃないのか。まあ勝手知ったるってやつだ。しかしおじきのやつ話があるとか抜かしながら全然音沙汰がねえんだよな。ああ、昼に訪ねてみた時も不在だったみたいだしな。さすがに腹が減ったな。そういや課長は今夜は遅くなるんだったよな。ああ、明日の除幕式の段取りが長引いてるみたいだからな。だったら今日は外食で済ませるのもいいかもしれないわね。あ、たまにはいいですね。するとそこのレストランか流浪飯店あたりになるかな。なあ、荷物置いたらみんなで出かけようか。おらら、サイト、どうしたの？なんかお客さんが来てるって言ってるよ。お客さん？ランディ、とにかく入ろうか。いとこの。どうもどうも、シャーリー・オルランドです。遅かったね、待ちくたびれちゃったよ。お前一体何しに来やがった？あ、釣れないな、ランディーには。2年ぶりの可愛いいとこにそっけなさすぎるんじゃないの？いいから答えろ、何しに来やがった？いや、ここで何をしていた？ぬるいね、ランディーに。対人トラップを仕掛けてたら、入った瞬間にひき肉になってたよ。いつからそんなにふぬけになっちゃったのさ。あなた、いきなり何を？心配しなくてもトラップとかは仕掛けてないよ。ランディに一人だったらそんなお遊びもありだったけど、戦争中でもない限り一般人は巻き込みたくないからね。ふぅ、はあ、こりゃまた過激な子だね。君、シャーリーと言ったか。改めて支援課のロイド・バニングスだ。あ、どうもどうも。こないだはごめんね、つい耳たぶ噛んじゃってさ。それはともかく、ここはクロスベル警察の分室で、君の座っているそのソファーも公費で賄われたものだ。トラップだの巻き込むだの、子供の前で不用意な発言は控えてもらおうか。ごめんごめん。
つい懐かしかったからお兄にじゃれつきたくってさ。お前が俺に懐く玉か。大方おじきの使いで俺を呼びに来たんだろうが。それって正解。パパが言ってたでしょ、いずれ話があるって。明日から忙しくなりそうだし、今晩あたりはどうかだってさ。あ、別に断ってもいいけど。断った場合は手段を選ばねえってんだろ。お見通しなんだよ、お前らのやり方はな。調子が戻ってきたみたいだね。パパはノイエブランで先にやってるけど、どうする？いいだろう。みんな、悪いが夕食は俺抜きで。ねえねえ、ランディ、このお姉ちゃん、ひょっとして悪い人？ちょ、キア。キアちゃん、下がって。悪い人はひどいな。っていうか何その子、めちゃくちゃ可愛くない？うちで預かってる子でな、手を出したら殺すぞ。わかった。少なくともこのビルを爆破するのはやめておくよ。もちろん冗談だからね。なんて会話。こりゃ心臓に悪いね。まあそういうことだから、おじきんとこに顔を出してくる。今夜中には戻るから、あんま心配しないでくれや。でもさすがに危ないんじゃ。なあランディ、だったら俺も挨拶に伺っていいかな。お？え？ロイドさん？一応支援課のリーダーとして同僚の身内に挨拶するのは礼儀だろうからな。それに高級クラブなんていい社会勉強になりそうだし。へえ、面白いねお兄さん。いいじゃんいいじゃん、せっかくだからついてきなよ。だったら僕もご一緒させてもらおうかな。高級クラブノイエブラン、一度遊んでみたかったんだよね。綺麗なお兄さんもどうぞ。あれ、ひょっとしてお姉さん？一応お兄さんってことになっているみたいだけど。ドゥー、何考えてんだお前ら。シャリー、お前も勝手に話を進めんじゃねえ。まあまあ、車で送り迎えするからさ。そうだ、お姉さんたちも来る？あ、でもその子とオオカミはさすがに連れていけないな。エリ、ノエル、夕食はキーヤと済ませてくれ。それと課長に一応連絡を。ザイトは課長が戻るまでここの守りをよろしく頼む。お。でも分かった、留守の方は任せて。気をつけてください。ねえねえライド、どこかに出かけるの？ああ、ランディたちとちょっと出かけてくるよ。遅くなるかもしれないから夜更かししないで寝るんだぞ。うん、行ってらっしゃい。くそ、どうしてこんなことに。ま、腹をくくるしかないんじゃない。これは確かラインフォルト社の防弾リムジンだっけ。早速こんな代物まで買ったのか。さすがに景気がいいじゃねえか。おかげさまでがっぽり稼いでるからね。
シャーリー様、お疲れ様です。それと若、ご無沙汰しておりました。ガレス、久しぶりだな。それはともかく、さすがに若ってのはよせよ。バルデル様の件、お聞きになったかと思います。本当に惜しい方を心よりお悔やみを申し上げます。ああ。締めっぽい話はなしなし。今夜はパーッと行くんだから。ささ乗って、お兄さんたちも早く早く。ああ、それじゃあ遠慮なく。お邪魔するよ。さすが豪華だね。両兵団ってのはそんなに儲かるのかい？うちは特別かな。資産家や大貴族のお得意様も多いし、1000万ミラとか普通に入ってくるよ。そんなに？トップクラスの両兵を抱えたらそれなりに維持費もかかるし、当然武装は最新のものばかり。そろそろ飛行船でも手に入れたかよ。それはまだ。やっぱり頑丈さだとリベールの軍用艇がいいんだけど、なかなか裏に流れないからね。ま、いざとなったら潜入して奪っちゃうって手もあるんだけど。冗談だよな。ま、そういうことにしとけ。そうですか、そんなことに。ごめんなさい。せっかくティオちゃんがまた連絡してくれたのに。いえ、話が聞けてよかったです。とりあえず今日はこれで。また連絡させてもらいます。ええ、わかったわ。ティオ、またね。そのあんまり心配しないでね。大丈夫なのかしら。相手が相手だけにさすがに心配ですね。ああ、帰ったぞ。あ、課長だ。課長、お疲れ様です。遅くなった。状況は変わっていないか？先ほど連絡した時のままで。私たちも店の近くで待機した方がいいんでしょうか？ま、そう心配すんな。ノイエブラン周辺には一家の監視も入ってるからな。あ、そうだったんですか。ただ連中がその気になれば監視の目も潰されるかもしれん。とにかく今夜はあいつらの帰りを待つしかねえだろ。こんな場所があったのか。ふん、繁華街でも超一等地だな。僕が顔を出してるホストクラブも近くにあるよ。そういえばこの店、前は議員先生の御用達だったけど、最近は外国の賓客が多いんだって。ああ、そうみたいだね。ちなみに今日は貸し切りだから遠慮なくくつろいじゃっていいよ。さ、入った入った。おい、自由気ままな子だね。ガレス、ご苦労さんだな。とんでもない。
来たか、ランドルフ。おじき、ずいぶん唐突じゃねえか。前に会ってから2週間、何の音沙汰もなかったくせによ。こちらもいろいろやることがあってな。しかしお前がこの場に連れを連れてくるとは、2年前のお前じゃ考えられんな。うちのリーダーは義理がたいんでね。はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニンクスと言います。同じく支援課の準メンバー、ワジ・ヘミスフィアだよ。クリムゾン商会代表シグムント・オルランドだ。迷惑をかけた貸しもある。ゆっくりと飲んでいくがいい。ではお言葉に甘えて。ところで迷惑をかけたっていうのは旧鉱山の一件でいいのかな。さてな、腹も減ってるんだろ。すぐに料理を持ってこさせよう。あ、パフェもう一つ追加ね。さて、積もる話もあるが、まずは客人、お前らからの質問に答えよう。それが目当ての一つだろうが。はい、話が早くて助かります。率直に言って、クロスベル警察はあなた方の動向に注目しています。特にどのような目的でクロスベルに滞在しているか。直球だな。俺たちがここにいる理由はいくつかあるが、もちろん最大の目的は契約を結んだからだ。それは帝国政府との契約ですか。ノーコメントだ。うちの業界にとっちゃ守秘義務に抵触するんでな。なるほど。それじゃあエレボニアのレクター隊員との関係は。ルバーチ跡地の買収でお世話になったそうじゃない。あのザレ言使いか。鉄血の懐刀だけあって、なかなか面白い小僧だ。案外サオあたりともいい勝負をするかもしれんな。おじき、あのメガネ野郎も知ってんのか。去年連中の縄張りをかき回した時にやり合った。正直ぬるい仕事だったが、奴の手勢には食い下がられてな。まさかこの町でも顔を合わせるとは思わなかったが。噂の陰家のには結局会えなかったんだよね。別の仕事をしてたらしくてニアミスだったみたいでさ。確かちょっと前までクロスベルにいたんでしょ。ああ、ルバーチェが消えてから音沙汰はねえらしいが。ってごまかすな。あのレクターってやつとの関係を聞いてんだろうが。つまりはノーコメントというわけだ。それ以上は察しろ。ちいいさ、ランディ。ちなみに差し支えなければでいいんですが、今回の契約というのはどのくらいの額なんですか。ほうお兄さん、目の付けどころがいいね。なるほど、そんな反応が出てくるくらいの額なんだ。1億ミラくらい出てるのかな。ノーコメントだとはぐらかしてもいいが、ま、今回の契約に関してはそのくらいの額と言っておこう。1億ミラ相当の契約。豪気だね。ろくでもねえことをやろうとしてるみてえだな。サービスはここまでだ。それじゃあそろそろ本題に入るとしよう。ランドルフ、前も言ったが休暇は終わりだ。貴様には近いうちに次の答申を継いでもらう。
な、刀身、親父さんの異名だっけ。ふざけんな。何を口走ってやがる。まさか酒に酔ったとか抜かすんじゃねえだろうな。ふん、簡単な話だ。赤い星座を率いるのは刀身でなくてはならん。そしてそれを継ぐのは兄貴の息子である貴様の義務だ。なんで俺が。刀身が必要ってんならあんたが継ぎゃいいだろう。なんならシャーリーでもいい。女じゃいけない理由はねえはずだ。俺はあくまで戦機、戦場を蹂躙するだけのもの。兄貴みたいにはなれんし、またなりたいとも思わん。それはこいつも同じ。いや、ある意味俺以上だろう。うんうん、シャーリーも刀身なんて柄じゃないな。ランドルフ、貴様には分かっているはずだ。兄貴がなぜ長年の宿敵と決着をつける気になったのかを。かつて兄貴は貴様に試練を与えた。そして貴様はそれを乗り越え、見事刀身を継ぐ器を示した。お前も気づいているはずだ。もう他の者にはなれんこと。刀身を継ぐ試練。今はへたれてるけど、昔のランディ兄はすごかったよね。何せ西風の大部隊を撃破するためにあの村を。黙れ、頼むからそれ以上喋るな。ランディ、ダサ、ちょっとショックだな。これでも昔はランディ兄に憧れてたこともあったのにさ。そのくらいにしておけ。今夜は帰るぞ、シャーリー。あ、分かった。その姿、兄貴が見たらどう思うかよく考えてみろ。それ以上無様を晒す前に、従うか逃げるか抗うか決めるがいい。さもなくば死ね。おやすみ、ランディーニ。お兄さんたちもまたね。お嬢たちを連れてこなくてよかったぜ。さすがに格好悪すぎだろう。ランディ、すまねえな。無様なところを見せちまったみたいだ。そんな風に言うなよ。どう考えてもおかしいのは彼らの方だろう。でもそこまでへこんでるところを見ると意外と図星だったみたいだね。マジ嫌な野郎だ。ああ、この上もなく図星で痛いところを探しそんなことが。本当にとんでもない連中みたいですね。ま、お前が刀身ってのを継ぐって話はともかく、いろいろ収穫はあったみたいだな。ああ、連中が今受けてるのは一億ミラ相当の契約。契約相手は流れからして帝国政府なのは間違いねえだろ。それと明日から忙しくなりそうとか言ってたから、やっぱり通商会議の期間中に何かしでかすつもりみたいだね。うん、そうなるとその1億の契約の内容だが、
ロイド、どう思う？あ、はい。これは勘ですが、鉄血宰相は帝国内にかなりの敵対勢力を持つと言われています。このクロスベルでそうした勢力から宰相を守るというのはあり得るかと。あ、なるほど、そいつはありそうだな。いい目のつけどころだな。うん、でもそれだと逆に1億ミラは少し多すぎないかい？宰相だって自分の護衛は引き連れてくるんだろうし。確かに、帝国にしても共和国にしてもかなりの護衛将校を同行させるそうですね。もちろんそういう表向きの護衛とは違うだろう。ただ彼らの動向を見る限り、様々な形でクロスベルという土地を把握しようとしているのは確かだ。アルモリカ村、マインツ、そしてベルガード門での目撃情報がそれを物語っているかもしれないね。食料調達や必要石の売買というもっともらしい理由があったみたいだけど。ああ、各地を訪れていた本当の目的は別にあったんだと思う。それこそ俺たちや遊撃士と同じく、何かあっても即座に対応できるように。確かにそんな風には感じられたわね。ま、現時点で推測できるのはここまでだろう。明日は各国首脳が来訪し、オルキスタワーの除幕式がある。ああ、ちなみにお前らにも現場に出てもらうぞ。え、現場ということは除幕式？どうやら赤い星座の方に目を奪われているみたいだからな。傍聴やテロ対策なんてのは本来お前らの仕事じゃない。ここらで気分を切り替えてもうちょっと状況を俯瞰してみろ。なるほど。耳に痛いツッコミだな。除幕式ということは警備に参加するということですか？ま、名目上はそうだが、それよりも除幕式の様子を観察することに専念しておけ。通商会議が始まる時の空気、首脳どものオーラなんかをな、また違った視野が持てるはずだ。了解しました。それじゃ特等席から鑑賞させてもらおうかな。